こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2004年の10月に起こった広島県廿日市市女子高生殺人事件についてお話します。この事件ですね、当時17歳高校2年生だった女の子が、何者かによってですね、自宅で、殺害されまして、ナイフに刺されて殺害されました。でさらに、その現場に駆けつけたおばあさんも犯人によって刺されて重傷を負ったという、そういう事件です。でこの事件ですね、一番ポイントと言われるところは、事件発生から13年半、犯人逮捕まで時間がかかりました、かなり長い時間かかったということです。で、他にはですね、この時効がなくなったというのも、最終的にこの殺人事件の時効までは時間はかからなかったんですけども、時効がなくなったというのも、大きいポイントなのかなというところと、あとはこの DNA とか指紋が証拠として残っていたというのが、事件解決の、大きなきっかけになったというところです。でさらには、結果的に犯人が逮捕されているんですが、この犯人のこの生い立ちみたいなところも、少しその、変わっているというか、この事件に少しつながってしまったポイントもあるのかというようなことが言われているというところです。であとは、こういう事件でマスコミの対応みたいなものはよく問題視されるんですが、この事件ではですね、この事件は長らく未解決事件として、テレビ番組もそうですし、インターネットなんかでも、様々な推理や憶測がなされてきました。で、そういった番組というのも結構あるんですけれども、その番組がですね、結果的に、この被害者とか、あとはその被害者の周りの人たちを傷つけてしまったと、いう問題があったという事件でもあります。では実際にこの事件が、どのようにして起こったのかというのを、まずはこの被害者の妹さん、当時12歳小学校6年生の妹さんが実は唯一のこの事件の目撃者なんですけれども、この妹さんの目線で見ていきたいと思います。事件があったのがですね、2004年の10月5日でした。でこの山口県の廿日市市なんですけども、これ広島のですね、ちょっと西側にある、こうのどかな住宅地というか、田んぼなんかもあって、住宅地もあるというようなところです。のどかな町と言ったらいいんでしょうか。のどかな田舎町と言っちゃってもいいようなところですかね。で、被害者はですね、昔ながらの家、日本家屋に家族、ご両親と兄弟3人、おばあさんと一緒に暮らしていました。で、事件があったのは平日で学校があってですね、妹さんは小学校で、お姉さんが高校生なんで、妹さんがさっき家帰ってました。妹さんとか他の兄弟は母屋で暮らしていて、お姉ちゃんだけ離れの2階で、自分の部屋で過ごしてたんですね。で、妹さんがですね、学校終わって、母屋でおばあちゃんと一緒におったらですね、ガチャガチャという音、自転車の音が聞こえました。お姉ちゃんいつも自転車で帰ってきます。自転車で帰ってきて、台所でなんかしてました。おそらくご飯食べてたんやと思います。で、しばらくするとですね、お姉ちゃんは、離れの自分の部屋に行ったということなんです。で、妹さんはですね、しばらくしたら、ゴト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 、キャーみたいな音を聞きます。これが離れの2階から聞こえてくる。なんかあったんちゃうかと思って、おばあちゃんおばあちゃん、お姉ちゃんの部屋からなんか大きな音と、なんか叫ぶ声聞こえんやけど、おばあちゃんはすぐに警察に通報しようと思ったんですが、警察もですね、この音だけでは来てくれへんのかと思って、おばあさんと妹さんで離れを見に行きます。で、離れの近くまで来たらですね、どん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 、キャー、やめてという声が聞こえます。
で、しばらくすると音がピタッと収まりました。ドアのノブをガチャ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 おばあちゃんがやってみるんですけど、開かないんです。おそらく鍵が閉まってたんだと思います。で、そこから妹さんの記憶はちょっと曖昧になっちゃうんですけれども、最終的に自分が離れのドアノブを開けたと、ガチャ引いて扉が開いた、そしたらお姉ちゃんが白目を向いてこっち側に倒れかかってくると、どさお姉さんが倒れてしまいました。お姉さんが倒れた向こうには男が仁王立ちしてたということです。手にナイフを持って、顔はニキビ面で、髪の毛は茶髪で、まあ、ツンツンにしていたと。で、こっちを睨むともなく見ていたと。その瞬間、キャー、おばあちゃんの悲鳴が聞こえたと。おばあちゃんの悲鳴はすごい長かったと。キャー、おばあさんの悲鳴が終わった時にふと我に返った妹さんはダッシュで逃げたと。でもパニックってたので家をこう一周するみたいな変な逃げ方をしてしまったと。その間後ろからタッ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 タ自分を追っかけてくる足音が聞こえたと。なんとか近くの花屋さんに逃げ込んで、助けてください、家でお姉ちゃんが刺されて、で花屋さんが警察に電話をしてくれたと。で、実は一緒にいたおばあさんは犯人に背中を複数回刺されて重傷を負っていました。そのまま犯人は逃げてしまった。で、ここから警察の捜査が始まります。まあ、お姉さんはもちろん、腹部を何度も刺されたということで、まあ、亡くなってしまいました。で、まあ、警察はですね、目撃証言なんかもいろいろあったんです。近くで原付に乗った不審な男がいた、なんかこう挙動不審な若い20代の男がおったとか、目撃証言もありました。まあ、ですが結果的に犯人逮捕までは13年かかりました。犯人が逮捕された時は、2018年の4月13日でした。実は山口の宇部市に住んでいた35歳の男が会社で、まあ、同僚というか後輩の足を蹴ってで暴行罪で逮捕されて指紋を取られたと。で、この指紋がですね、もう部屋に残されてた指紋と一致したと。で、さらには、まあ、この被害者の17歳の女子高生の爪の中には犯人の皮膚が残ってたんです。おそらく抵抗してですね、この女子高生はなんとか犯人からやめてというので離れてもらおうとして、まあ、手を引っかいたりとかしたんでしょう。その時に被害者の爪の中に犯人の皮膚が入っていました。警察は指紋が一致したので DNA 検査をしたところ、被害者の爪の中にあった皮膚の DNA と一致しました。で、さらに被害者の家を捜索したところ、凶器のナイフが見つかりました。まあ、なんで凶器をずっと取ってたのかはちょっとわからないんですけれども、まあ捨てれなかったということだそうです。で、まあ、裁判になったということなんです。これ犯人はですね、逮捕された当時35歳、事件を起こした時は21歳です。名前がまあまああちこちに出てるんですけど、鹿島学かな、です。で、まあ、この男ですね、もともと高校を卒業してからですね、この山口の宇部というところに住んでました。この廿日市からはかなり離れてます。広島の西側が山口ですけど、宇部はですね、もう下関とか九州の方に近いぐらいなんで、まあ、結構西側なんですよね。で、そこで高校まで過ごして、高校卒業して、そこのアルミニウムの会社で、まあ、寮生活をしながらその会社で勤めるみたいなことをしてました。で、3年間無遅刻無欠勤で、まあ、働いてたんですが、ある日寝坊してしまうんですね。起きたらもう会社に行かなあかん時間だったと。で、その瞬間パニックになってですね、もう遅刻したら怒られる、もうあかん、
もう会社におられへん、会社を辞めようということで、まあ、原付に乗ってですね、東京に行こうとするんです。なんや、えらい極端な考え方やなと思うんですけど、こいつ往々にしてこういう極端な考え方ばっかりしてます。21歳です。会社を飛び出して原付に乗って東京に行くためにホームセンターに行ってナイフと方位磁石を買いました。方位磁石は東京に行く東がどっちかっていうのを知るためです。ナイフは野宿して、まあ、暮らしていくためだったそうです。でもう会社もまあこれで辞めてしまうから自分の人生は終わったと。で、まあ、東京に行ってなんとかなるかもしれないけど、なんとかならないかもしれない。もうなんとかならないんだったら死ぬか、死ぬしかない。死ぬんだったら一度女の人とセックスがしたい。セックスするならレイプするしかないと。まあそういう、まあ、超短絡的な思考で、まあ、レイプをしようと考えます。で、まあ、お金は実は20万円貯金があって、それを引きようとして、まあ、唯一の友達に5万円あげて15万円を持って東へ向かうんです。まあ、そんな金あったらもう広島で風俗行けやって思うんですけど、まあ、広島の手前の廿日市でこの女子高生を見つけました。女子高生は自転車で帰っていました。その時にこの犯人は女子高生を見つけて家までつけていきます。で、家の中入っていくのを見届けて、まあ、この離れに 女子高生が上がっていったのを後をつけていきます。で、離れに忍び込んで、まあ、靴を脱いで抜き足差し足で2階へ上がっていきます。2階の扉を開けた時に、まあ、女子高生と目が合ったと。女子高生はベッドでですね、ウォークマンを聞いてですね、状態だけ起こして、まあ、こちらを見てたと。おそらく何か来るんちゃうかというのを、まあ、気づいてですね、階段の方を見たら、その階段の扉が開いて犯人がおったと。めっちゃ怖いですけどね。で、その瞬間この犯人はですね、見つかったと思ったんでナイフを抜いて女子高生に襲いかかります。ナイフを突きつけて静かにしろと言います。他に誰かおんのかと言ったら、女子高生は首を振りました。脱げ、服をですね、脱げと言います。で、女子高生は、まあ、服を脱ごうとして、まあ、その瞬間一瞬の隙をついて犯人の横を猛ダッシュで通り過ぎていきます。ダダ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 ダ、階段を降りてダダ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 ダと降りて外に出ようとしますが、ガチャ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 、扉が開かないんです。おそらくこれは犯人が入ってきた時に、まあ、鍵を閉めたから、その鍵を開けるのに手間取ったんやと思います。その間に犯人はダダダダダダって追っかけていって、女子高生をガッと掴んでナイフを突きつけて上に引っ張り上げようとします。もう一度2階に連れて行ってレイプをしようとしたんですね。ですが女子高生は必死にですね、キャーやめて、どん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 助けてと言います。犯人はその瞬間持っていたナイフで女子高生の腹を刺します。なんで逃げた、クソクソと言いながら腹を刺したということです。で、ここからはですね、まあ、先ほど妹さんが、まあ、目撃した通りです。扉を開けた妹さん、お姉さんが白目を向いて倒れてきて、その奥に犯人がおったということです。で、実はまあ妹さんのみが目撃者です。で、実はこのおばあさんですね、その後犯人に追っかけられて背中を何度も刺されて重傷を負ってるんですけど、おばあさんはもう記憶が抜け落ちてしまってるんです。で、妹さんは反対に鮮明に記憶が残っていて、まあ、実は妹さんの、まあ、その記憶を元にして描いた似顔絵は犯人とそっくりです。まあ、わずか12歳で自分の姉が殺される瞬間を見て、その犯人とも目が合って追いかけられたというのは強烈なトラウマになったそうなんですが、まあ、その時のことを怖かったってもんなんかじゃないというようなことを後々語っているそうです。で、被害者にはお父さんがいます、まあ、お母さんもいるんですけど、でお父さんは、まあ、その何とか犯人を逮捕しようと思って、犯人が捕まるまでの間の13年半、まあ、マスコミにも協力しましたし、警察にも協力したし、自らでも、まあ、ブログを立ち上げてですね、まあ、情報提供なんかも呼びかけていました。で、犯人は13年半後、まあ、逮捕されました。で、裁判が行われます。
で、その裁判の中でですね、被害者の女子高生の父親、お父さんですね、は、まあ、この、被害者のお父さんのこの供述が、検察官によって、まあ、読み上げられたと、朗読されたというのがありました。まあ、これは被害者遺族の、まあ、心情をですね、裁判の中にこう反映させると、まあ、いうことで、まあ、この被害者遺族、特にお父さんは死刑を強く望んでいたと、まあ、いうようなことを、まあ、この検察側が、まあ、主張するということで、これが、まあ、読み上げられたということなんですね。で、この事件についてはですね、まあ、実は一番、まあ、こう、まあ、参考になるというか、詳しく載っているのが、デジタル六歳者という、ネットです。六歳者、鹿の砦の会社の社、デジタル六歳者という、これは何て言ったらいいんでしょうね、まあ、あれですよね、まあ、マスコミですよね、多分。にですね、片岡健さんという方が、妖怪廿日市市女子高生殺害事件裁判傍聴記というのを全14回で書いてましてですね、まあ、その中にこのお父さんの、供述調書の、まあ、読み上げ文も入っています。まあ、ちょっとそれを紹介していきましょう。ちょっとですね、これ僕全部紹介読み切れるかどうかちょっとあれなんですけど、できるところまでやっていきます。平成16年2004年10月5日午後3時ごろ、今から13年前、この日、この時間、私は愛娘の里美を失いました。私と妻には、里美と妹、弟の計3人の子供がいました。だから私は里美のことをお姉ちゃんと呼んでいました。このお姉ちゃんが私たち夫婦にとって初めての子供として生まれてきた時のことを私は今も忘れません。私と妻はなかなか子供を授かることができませんでした。不妊治療をしていました。4年後、神様から授かったのが里美でした。聡明で美しい子になりますようにと願いを込めて、名前を付けました。この里美が生まれ、私は生まれて初めて、我が子と会いました。やった。これが俺の子かと叫び出しそうになった気持ちを今でも覚えています。私が抱いたら怪我でもさしてしまうんじゃないかと恐る恐る胸に里見を抱いた日のことを今でもよく覚えています。この幸せは絶対守ってやろう、私はそう思っていました。小学生になった里見は少し引っ込み思案なところがあって、私は少し心配しましたが、父親の心配をよそにすくすくと育っていきました。やがて妹が生まれ、弟も生まれ、私の人生を幸せにしてくれた宝を3人も授かることができました。その頃から私は里美のことをお姉ちゃんと呼ぶようになりました。私はいつもこの子たちのことは私の一生をかけて守ってやろう、この幸せがずっと続きますようにと思っていました。お姉ちゃんはやがて中学校、高校へと進学しました。まあ、勉強を一生懸命頑張っていて、勉強もいいけど友達ともっと遊べばいいのにと思ったくらいでした。お姉ちゃんは16歳、そして17歳になりました。私の中ではまだまだ、俺が面倒を見なければいけない子供だと思っていましたが、他の人からは女の子がそんな年頃になると父親とは話もしてくれないよと言われるので、お姉ちゃんもそんな感じになるのかなと思っていました。でもお姉ちゃんはいくつになっても何歳になっても私と普通に接してくれました。お姉ちゃんがある日、お父さん私に感謝しなさいよと言うのです。まあ、このその年頃でも普通に喋ってくれる私を感謝しなさいよということなんですよね。生意気に、俺がいないと自分では生きていけないくせに、俺がまだまだずっと守ってやらないといけない俺の娘のくせに、この娘を私は失いました。私は守れなかったのです。
平成16年10月5日、私はいつものように仕事をしていました。すると突然、いとこの奥さんから電話があって、家で事件があったみたいだからすぐに帰ってあげてと言われました。まだ事件のことは詳しくわからず、なんだろうくらいの気持ちで家に向かいました。やがて、病院から電話で、お父さんですか、すぐに病院に来てくださいと言われました。すみません、私にはそこからの記憶がなくなってしまいました。お話できなくて申し訳ありません。私が覚えているのは、台に寝ている里美を何度も何度も、何度も揺すって起こそうとしたこと、何度も何度も、お姉ちゃんと、呼んだこと、だけどまた私のことをお父さんと呼んでくれなかったことだけです、というようなことが、まあ、書かれています。まあ、よければ、皆さんでご覧になってみてはいかがでしょうか。で、これが、まあ、被害者のお父さんですね。で、加害者にも父親がおりましてですね、まあ、それが少しちょっと複雑なご家庭のようです。で、犯人の父親ですね。犯人の父親で、そこはちょっと複雑な家庭です。これも裁判の中で明らかになってるんですが、犯人はですね、まあ、両親がいました。で、お父さんがいたわけなんですが、まあ、父親とは血のつながりがなかったということなんですね。で、この父親と母親が結婚した時に、まあ、母親のお腹の中にはこの別の男性との命が宿っていたと。で、父親はまあそれをまあ自分の息子としてまあ育てるというふうに決めて、まあ、実際この犯人を育てました。で、まあ、犯人はですね、まあ、裁判の中で、言ってるんですが、まあ、ちっちゃい頃の記憶がないと。で、これはそのあまり愛情を受けずに育ってきた子どもの特徴で、まあ、自分に対しての興味が薄いんですね。なので自分のことをあんまり記憶してないと。で、これはまあ自己肯定感が低いと、いうことにもつながるということなんですね。で、自己肯定感が低いと、まあ、この何ていうんですかね、自暴自棄になりやすくて、まあ、人に対しても犯罪みたいな行為に行為をする可能性が高くなるみたいなことがあるそうです。で、まあ、実際中学校高校の頃からですね、まあ、友達を木で殴ったりとか、まあ、そういった暴力行為を起こすようなことはあったそうです。で、まあ、基本的には優しくて穏やかだけど、切れるとちょっとスイッチがグッと入ってしまうという、まあ、犯人はそういうタイプだったと。で、裁判が行われる中で精神鑑定が行われました。で、その中でですね、まあ、発達障害であったと、広汎性発達障害であったというところまでは認められてないんですけども、広汎性発達障害の偏りがあるというようなことは言われています。これは何かというと、まあ、簡単に言うとですね、この物事をですね、極端に捉えてしまうということなんですね。広汎性発達障害っていうのは、この自閉症とかですね、アスペルガーとかですね、あんなをひっくるめて広汎性発達障害っていうんですが、まあ、簡単に言うとこう人とのコミュニケーションが苦手で、まあ、人のですね、感情、まあ、人が悲しんでるのとかがちょっと共感しにくい。泣いてるんだけど、涙は出てるなというのは分かるんだけど、悲しみみたいな感じが伝わってこないとか、まあ、そういったことを感じにくいと。っていうのと同時に、まあ、何かが起こるとですね、まあ、こう極端になんか反応してしまうと、こだわりが強かったりとか、思い込みが強かったり、例えばですけど自分のお気に入りのものがある、それが少し欠けてしまったと。そしたらお気に入りのものが 100% じゃなくなったと。じゃあもうこんなんいらない、クソ、ぐしゃ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 壊してゼロにしてしまうと、まあ、そういったようなことをやってしまうというのも、まあ、一つの特徴であるということです。まあ、何が言いたいかというと、3年間勤めた宇部のアルミの会社、ここブラックやったんですけども、真面目に勤めていました。犯人ですよ。で、ある日1日寝坊してしまいました。
これでもうパニックになって怒られる。もう会社を辞めなあかん。ほな自分から辞めたる、会社を辞めた。ほんならもう自分は、人生は終わった。もう死ななあかんと。ほな死ぬ前に女の人とセックスしたい。女の人とセックスする。でもやったことない。ほなレイプするしかない。レイプしてやろう。相手が傷つくなんて関係ない。だって自分は人生もう終わりなんだから。まあみたいな、考え方になってしまうというところなんですね。で、まあこういう考え方もですね、もしかしたら父親の愛憎の欠落がそれになんかこうつながってるんじゃないかみたいなことも言っている記事なんかもあります。まあですが僕はこれに関してはこの父親はですね、もう十分親としての務めを果たしたと。まあその自分が結婚する相手の中の中にその他の男性と奥さんとの間の子供がいたと。でそれをまあその堕胎しろと、人工中絶しろと言わずにですね、受け入れて自分で育てると、決めたと。でそこにその愛情がなかったのか興味がなかったのか、それは僕は分かんないですけど、まあ高校卒業するまで育てたと。でその後、まあ、一時ですね、まあ、これ実は犯行を犯してるんですけど、犯行を犯して東京行って1ヶ月ぐらい失踪して、これ犯人はまた宇部に帰ってくるんですね。でそこからはですね、またこの実家でですね、父親と一緒に暮らしていました。まあ父親は十分父親としての役目を果たしたと。まあ悪いのはもうこの犯人だというふうに思います。そこにですね、まあ、この広汎性発達障害みたいなものが悪影響を及ぼしたみたいなことはあるかもしれません。で、まあ、愛情がその他の人よりも少なかったというのもそういう部分につながっている部分はあるかもしれません。でもそれはそれと、この父親が悪いというふうには僕はちょっと思わないというところです。あとですね、まあ、最後ですね、まあ、このテレビがの罪みたいなところなんですけども、この事件は2004年に起こって、まあ、2018年に犯人が逮捕されるまでは未解決事件でした。インターネット上はもちろんテレビでもですね、まあ、未解決事件の謎を追えみたいな特集で何度か紹介されています。よくこういったテレビ番組、この時はフジテレビが作ったそうなんですけれども、まあ、こうアメリカのですね、どこの子に住んでるまあ占い師みたいな人が出てきて、彼女の魂はここにいるとか、そんなことを言ってみたりとかですね、まあ、FBI のなんかこうプロファイルの専門家みたいなのが来てですね、残された証拠からですね、こう犯人像を浮かび上がらせるみたいな、まあ、そんなことをやるんです。で、これ実はこの裁判の中で、被害者のお友達が明らかにしたことなんですけれども、まあ、被害者ととても仲の良かったお友達で、まあ、この突然友達を奪われて、まあ、悲しみに暮れている時に、まあ、なんとかこの友達を殺した犯人を捕まえようということで、テレビ局、まあ、これはフジテレビなんですけれどもの、まあ、このこういった未解決事件を扱うテレビ番組の取材にもまあ協力したと。で自分もインタビューに答えたと。でもテレビを見たらですね、その FBI かなんかのプロファイラーみたいな人が、彼女には実は裏の顔があったと。真面目に暮らしている女の子、勉強もできる優等生、でも裏の顔があって、そこでの付き合い、そこで付き合った男性が犯人なんじゃないかと、まあ、いうような、まあ、推理というかプロファイリングをしたと。で、まあ、それだけならまあいいのかもしれないんですけれども、自分のインタビューが、まあ、その彼女の裏の顔があるというその推理を裏付けるかのように使われていたと。でこれをすごく友達が後悔しているというのを裁判で言っています。私はまあ彼女のためと思ってたんですけど、彼女の名誉を傷つけるようなことをしてしまったと。でこれで犯人が捕まらず、彼女の名誉だけが傷つけられたことに私が加担したことをとても悔いていたと。まあ、なんとか犯人が捕まってもらったから、まあ、それは警察には感謝してるけど、まあ、自分のやった行いをすごく後悔してるみたいなことを裁判の中で語ってます。で、まあ、テレビってまあこういうことをしちゃってたんですね。今やったら多分なかなかこれ問題になって許されないようなことやと思うんですけれども、まあ、多分 SNS で彼女もこんなつもりでインタビューに答えたわけじゃないみたいなことを多分言ったでしょうし、
なんで今やったら多分そのテレビ側が責められるんですけど、やっぱり当時はこういったテレビ作りもされていたということなんでしょうね、というようなところでございます。あと最後ですね、本当の最後の最後です。もう結構長くなってしまいましたが、お父さん、被害者のお父さんが最後に、まあ、悔いていることがあるみたいなことを、お話しされています。これがですね、そうそうお姉ちゃんに謝らないと、といなくなっちゃう半年くらい前、府中のショッピングモールに行きたいって言ったよね。お父さんは遠いからダメ、もっと大きくなったらいつでも行けるからと反対したよね。お父さん今でもお姉ちゃんに悪いことをしたって、忘れられないというようなことを語っていらっしゃいます。はい、今日はですね、2004年10月5日に起こった廿日市市女子高生殺人事件についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。あとまたこれも YouTube ですね、カツオくんさんじゃないや、誰だったかな、タチウオくんさんですかね、にリクエストを頂戴しました。ありがとうございました。